はい、こんばんは、こんにちは。エルダースクロールズオンライン。チャンピオンポイント171に上がっております。今日はですね、宝の地図のね、消化というのと、あと、ストームヘブン。ここのね、シェード。クリスタルシェード。スカイシャードか。スカイシャードを集めていこうかなと思っております。それもまた、ですね、所持品の消費アイテム。こうね、宝の地図がね、すっごい数あるんで、これを消化していきたいのと、そう、このケナーシズルースト。これがね、アルドメリの初期町っていうか、初期フィールドっぽいところで、現在の僕のね、エボンハートキャラではいけない感じなんですよね。それを、ツイッターの方でつぶやいてたらね、まあ、連れてってあげるよって方が現れたんで、まあ、その方に、が、まあ、フレンド登録して、その方がオンライン状態になるまで、ここのフィールドの散歩みたいな感じでね、やっていきたいと思ってるけど、なんか音が、ドルメンの音してない？大丈夫です？はい、まあそんな感じで、ここに行くんだけど、行く前に、ここ行こうか。ここ取って、ここ取って、次ここ行って、ここ行って、ここ行って、ここ。宝の地図。それまででなんとか、今何時？今8時42分か。行けるんじゃないか。やっていきましょう。たまにはこんな感じでね、まったりと、普段探索しない場所をね、散歩するのも、いいんじゃないでしょうか。あと、鎧着ていこうか。オッケー。あー、狼多いな。絶対絡まれるよ。ほら、なんかもう、来そうよ。ナイトメアクラブ、発見しました。あと、あそこに、ありますね。ルベダイト。これが CP、チャンピオンポイント160で、作る装備の素材になるのかな？ここ落ちたら死ぬな。方向的にあっちなんで、行きましょう。ぐるっと遠回りしなきゃだよね。で、こんな感じで適当にやってるとまたね、オーマイガーシュ、オーマイガーシュ、たまにいるんだよね、これ、こういうのはね。これやっていこうか。待って。2、3パターンあるよね。オーマイガーシュ。まっすぐ来るからね。ごめん。ノー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 。今ちょっとねミスった。Y ボタンがちょっと離れとこう。まあ死ぬと耐久落ちるから嫌なんだよね。ポーション使うまでもなかったしな。鎧の男。ちゃんとさ、これガードしないとね。吸うやつやって。落として、まあまあちゃんと真面目にいけば普通にいけんだよな。いけそう。
いやー、ちょっと疲れたね。まあいいや、行きましょう。オーマイガーシュ。うわー、なんかいい。オーケー。これ何やってんだ。ちょっと強いのかな、わかんない。これあって、なんだ大したことねえな。あんまのんびりとしてもられないぞ、してられないぞ。OK、 いけたね。あ、そうなんです。昨日ね、昨日の夕方ぐらいから、あの蜂蜜酒をね、冷凍庫に入れてたんですけど、無事凍ってなく行けました。なんかちょっとまずったな。ちょっと凍っちゃったら飲めないなと思ったんだけど、凍ってなくてね、なんか普通に大丈夫でした。濡れたいと。 OK、 Thanks、 Cheers mate。 まあさっきも言いましたけど、とりあえずね、あのそのフレンド申請した方がログイン状態になったら、お声がかかったら配信は停止していきます。そんな感じで何分間続くか分かんないけど、やっていきたいと思いますよ。とりあえずなんかめっちゃ、お、宝箱発見。バレてない。 OK、これやってる間も襲われる可能性あるからね、フォールアウトと違ってね。オープン、 Thanks、 Cheers mate。 やけに多いな。おっと、発見しました。イエーイ、いいね。吸収じゃん、1ポイント獲得。ほいじゃあ、まあ次ね、まあ、あ、パブリックダンジョンか。なんで、まあとりあえずここに行って、ここに行って、ここに行こう。なんかめっちゃ落ちると死にそうだな、この辺高低差から結構ある感じなんて。大丈夫？いける？からこういって、ボボボボ、いけるな。ケイ、まあクエストのなんかあそこにいますね。ごめんね、ちょっと今忙しいからね。苦いおもぎ、いや、ウェイポイントに向かえばいいんだから。こっちか。おっと、ルーンストーン発見。お前やるわ。あそこね、見えた見えた見えた、行こう。
ゴー。うん、なんか見えたけどね。また今度。なんだ、姫なんとかって書いてあるぞ。じゃあ次ここだね。でこっから南、こっちね。うわ、なんかいっぱいなんかクエスト。おおおお、しょうがない、やっていくわ。おい、はい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 、防御したつもりが。まあいただいていきましょう。ゴールドだけかい。ああ、ここ降りなきゃいかんぽいね。壁伝いにオルンスト発見。オッケー、いい感じ。ロケーション、魔術師を発見した。なんじゃそれ。水袋、なんだろうな。お、ニルンルート、やっぱダンジョン内か。まあソロダンジョンなんで、まあきっといけるでしょう。ちゃちゃっとね、攻略して、中に人がいれば、あのボスキャラクターっていうかね、もう倒せるんじゃないかな。どうでしょう、今8時53分。よしこ、鎧着てチェック。いっちゃん奥だね、いっちゃん奥だね。だからこう行ってこう行って帰ってくるって感じなのかな。 OK、 行きましょう。失敗するなよ。 OK、 普通にいるな。感じ。指令はか、単純だ。なんかいっぱいいるな。ダメか。Oh my gosh。 ちょっと戦いに集中しないかんね。 OK、 ルビーアッシュ。こいつ殺せるかな。おいえ、よっしゃ。絵がある。ポーション、あ、またポーション使っちゃったか。これいけそうだな。え、はーい、おい、ケイ、なんかやったらいっぱいいたな。なんとかでいけないもんか。一応
やっべ、いって。ちょっと待て。ボス？なことなかったか。オッケー、まあこれで目的達成だね。思わずポーション使っちゃったよ。あー、メテオはさ、ボス戦で使いたいからさ。チャンピオンポイント172ってことかな。バカンか、いかんか、いかんか。やべやべ、ちょいご利用していけるね。けど何も宝箱ないからちょっと寂しいね。うわ、めっちゃこっち見てる。はい、おい、オッケー。まあ戦わなくていいのは、お、このそば明らかに盗品だ。ほうほう、まあ、クエスト発生しちゃったけどさ、まあいいや。あれがボスか、あれがボスだね。まあここは倒していくか。あとこいつだな。先にデミトリーを倒さなきゃいかんな。よし、先にデミトリーじゃなくてザコ。オッケー、もうメテオに変えてよ。オッケー、いい感じだけど、宝箱は特に何もなしだよな。うわ、ちょーい、もう復活してるさこいつら。さっさと出ましょう。へい、じゃあまあ次のポイント向かいますか。まあ予定、想像してた予定通りの感じですね。次のシェード取って
ハテナマークのところで、その方が見えるみたいな。まあ、マーキングしましょう。まあ、次の目的地はここですね。ウェイポイントも特にないんで、このまま行こう。あと、なんかまあ、いろいろ装備拾ったね。それの確認しようか。うわ、みやび。この杖がもう耐久ゼロになってるね。うん、頭上がるけど耐久がもうどうなんだろう。マジか、下がるしな。こうしようか。で足、うーん、マジか、700ぐらい下がるか。まあ他全部売りだね。ちょっと待って、うわ、ガードしたのに遅れたか。1820は馬馬だよね。よし、こう。なんか懐かしいぞこの敵。ほい。タイムス。どうした。逃げろ。ここ突っ切っていくわ。行こう。なんだ？これボスだよね。エリアボスってやつだよね。エリアボスっていうか、また狼ポイントになってきたな。急げ急げ。うわ、またダンジョンか。石食い。オーマイク。あ、宝箱発見した。とっとっと。ゲイ。簡単。うん。けい、けい感じ。あの建物の中なのか、明らかに違うな。こん中だな。ポーションをセッティングしよう。毒も装備しとこう。で、ポーション消費アイテム。OK。よし、じゃあ行きましょう。
パリア、地下墓地。まあ、エリアボス、高町。チェック。あ、いいね。こういけないっぽいね。南側ルートか。石食い坊君。めっちゃ喋るな、こいつは。ちょっと硬いな。OK。 お前は後ろから刺し殺してる。と思ったけどダメだったね。食い魔女、まあ止まってられない。熱々。 OK、 Thanks、 Cheers mate。 まあ無視していけるのは無視していこう。特に宝箱もないからこっちか。来ないで来ないで来ないで。いいしいいしいいし。横からも来そうだぞ。まあお前やっていくわ。でこれは暁を見よう。うん、宝箱か。うわ、なんでバレる。お前は殺すそうか。なんで、なんでさ、なんでさ。ちょっとやばい。逃げろ逃げろ。シャーマン来てんの。あー、何気に向こうに来てるね。あぶね。いやー、よかった。ちょっと死ぬかなと思った。イージージー。うわ、来るかやっぱ。
多いな。シャーマン、あ、お前から殺してくる。あった、発見。やっぱいるな。スカイシャード確保。いやー、マジか。回復させつつ、うわ、バレるか。ほっといてくれ。はい、どん。やっべ、石食いの魔女。危なかった。こいつがボスか。ボーンズおじさんって、お前。あやめてよ。こういうのが多分強いんだろうね。死んでくれ。オッケー。よかったよかった。木箱、まあ一応見てっか。そろそろ手荷物いっぱいっぽいね。所持品あと8個か。まあでもちょうどいいね。これ終わった後、宝箱チェックして、宝箱じゃなくて宝の地図チェックして一回戻ろう。Okay.出てきました。ちょっと待ってね。こっちか。ちょっと近いよね。あっさりやらしてはくれないか。Thanks。あった。宝箱。イエー。じゃあこっちにウェイポイントがあるから、そこから。うわ、めっちゃクマさん。OK。 よっしゃー。おい、邪魔ね。ちょ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 、待って待って待って。ここ、
あ、パブリックダンジョンか。まだここもあるし、こっち側にもあるもんな。この辺もまた取りに来よう。いつか、とりあえず地元に帰ろう。スノーフォールダボンズウォッチ。いやー、結構ね、いろいろ入手できたけど、とうとう女王の雅のなんかもらった杖をさ、手放すっていうか変更する時が来たのかななんて思ったりしております。まあとりあえずちょっと一回所持品で聞きて、ルビーアッシュの豪華な杖。なるほど。聞きていいでしょ。まあいいや、頭も取ったけど胴体、ああこれ更新できましたね。まあ基本マジカが上がればどんどん変更してきます。うん、微妙ね。足は更新ならなかなかならないね。ストームない体力回復 OK。 じゃあまずどうしてここに来た。まあちょっと指輪とかさ売りますわ。これ覚えてるっけ。お、ああ高く売れるから売っとこう。そう、高く売れるやつは店で売っていく感じです。あとレシピ、レシピを覚えましょう。なんかさっき覚えてないってやったもんね。 OK。 じゃああとは研究とか、研究回復、研究中 OK。 じゃあ全部ね解体ですね。40、50が最高なんだよね。まあ50目指して頑張ってる感じですね。研究、この辺もよく分かってないんだけどね。37、研究、あ2個できるね。豪華、敵から獲得できる金が増える。お金増えてもしょうがないじゃん。ですよね、ですよね。これも豪華だもんな。願わくば経験値、うん、この辺とかね。どっちかっていうと走行値なんで、もう全部解体でいきましょうか。これもこれは売るとして、よし、
買ってもらいましょう。先生、丈夫で軽い。先生にはあれ、これか。100、しょぼいけど、まあしょうがない。あとグリフの解体ですね。なんかかっこいいよ、かっこいいかかっこ悪いかわかんない装備になってきたね。なんかもっと魔術師っぽい格好したいんだけど。作成よくわかんない。これはこう全部解体で、なんかすんごいもったいないことしてるよって思われてるかもしれないけど、まあ、知らないうちにやっちゃおう。よし、とりあえずちょうど9時22分。全然ちょうどじゃねえよみたいな。ちょっともうちょっと行こうか。オッケー。で、さっきの続き、ストームヘブンノー、なんかいっぱいあるよね。じゃあここ飛んで、ここ行って、ここ戻って、ここに行ってこっち行くみたいな。じゃあとりあえずここ行こうか。うん、到着。じゃあこっちね。来た、いっぱい来た。ちょ待って待って待って、なんでこっちにもダメージが。でどさくさに紛れてそのまま突っ切る。できればダンジョンとかじゃなければいいな。外にそのままさ見えるっつうかさ。 OK、いやだけどなんか松明マーク見えるからダンジョンなんだろうね。ポートだ。何これ、コットンだ。よいしょ、味覚をコットン。いやーこっちか、やっぱりこの建物か。もしかしたら上かもしれん。そんなことないか。 OK、 じゃあ行ってみましょう。あっさり行ければ行けるいいけどね。じゃん、あ、やっぱここか。普通にいつも通りの感じだね。OK、 何これ、あは、なんかこっち見てるもんな。まあ、いいや、行こう。また間違ってポーション使っちゃった。OK。これ、こっち見てるもんな、しょうがない。
ボスについて。ボスはバカだ。フレーム騎士団は間違いなく私たちを見つけるだろう。こちら。まあいいや。お、避けられた。やりよるな。よっしゃ、メテオ溜まった。なんかさっきと似てるね。デファイラー。なんかめんどくさそうだぞ。って。いい用心棒から行くか。おっと、いきなりか。願わくば戦いたくない。まあここは戦うか。あれだ。お、避けやがった。ライスじゃねえよ。OK。 いけた。1なら楽勝だぜ。逃げるなよ。気持ちはわかるけどな。なんかボス2人いんだけどさ。目的はこれだからね。キー。まし、6万と6万か。頑張っていきますか。まあ、どっちかというとこっちの方が弱そうだからいい。なんだか倒せましたね。あとはちゃっちゃと帰れれば。なんかレミーって人いいんだけど。よっしゃー。どうした。待て、要すんだ。他の連中から隠れていたんだ。仲間になった時から。オッケー。背後に気をつけろ。また余計なクエストを受けてしまった。じゃあ出るでな。はい、ここも無事に終わって、ここから一気に
最初のとこに戻るのかな。だからこの大陸、ここのエリアの東の方角の方に向かう感じなんだけど、もう危ねえ。うん、ちょうどあそこまで戻るしかないか。オッケー。よし、じゃあここからちょっとね、ちょっと飛べるみたいな。 OK、 行こう。罠だったんだ。彼らは我々が来るのを知っていた。逃げるぞ。あ、ドルメンも発見。軽くチェックしとっか。うわー、次もダンジョンだな。カンバーランド。たまにあるよね、こういうとこ。なんかここでしか作れないレシピとかあんのかな。あ、ルベタイトだっけ。そっちと普通の鉄鉱石があるね。ゲイ、メネビアのドルメン、ちょうどこの真上ってことか。毒紅岳。ゲイ、お、なんもないか。ルベタイト、ルベタイトでいいんだよね。ルベダイト、ルベダイト。ケイ、石食いの魔女たちがいるぞ。まあこれは戦っていくか。悪そうな顔しろで。どっからか上がれんだよな。ここから行けるっぽいね。今ちょっと、あ、ここドルメンもなんか人がいなさそうな感じだもんね。コンベリー、なんかのんびりしてたらさ、現れそうだからちょっと離れましょう。こっちは宝、なんか建物の中にありそうか。こっちは明らかにダンジョンだよね。そうだな、ノルブルク行ってみましょう。まあなんかこういうとこもこのエリアでクエスト受けていけば来ることにはなるんだろうね。マップ確認しましょう。ああやっぱあるね。すんなりここで生かしてくれればいいけど。どうでしょう。すごいゴージャス。
ゃあメテオ止まったね。案外すんなりいけそうだぞ。めっちゃいっぱいいるな、ここ一体ぐらい倒させてくれ。ヘイ、こっちに来いよ。確保。よっしゃ、これでまあ目的達成ですね。イエーイ。じゃあさっさと出口に向かいながらボスがいれば倒していこう。3体がチャージる。顔してんね。はい、もう結構手荷物いっぱいになってきちゃったね。デイドラの心臓、もうデイドラの心臓ってデイドラ系の装備作るときに必要かなと思ってて、結構あのスカイリムの方ではまだまだ合成に使ってなかったりしね、錬金ね大事に取っております。来た、おいで、火を放せ。ゾンビがえらい強い。やばい、あーいやいやいや、でこう本でも読んでるうちに敵がリポップする恐れが。OK、OK、OK、最近スキル上がんねえな。まあいいや。特にボスもいなかったな。あいつかボスは。吸って。
やばいやばいやばい。夜の恐怖のブーツ、まあこれでまあ目的達成、さっさと出ましょう。もう手荷物もいっぱいっぽいよね。よーし、あれこっか、ポチッと。いやー結構楽しいね。たまにはこんな感じに話聞いてゆっくりじゃなくてがっつりとね、あんま歩いたことのないフィールドを探索も面白いね。オーケー、じゃあそのままここに向かいましょう。普通の街だね。おっと、あった案外普通にあったね。スカイシャドウ、あと1個でスキルポイント1で、次はまあここだな。ここに行って一回町に戻りましょう。うわー、なんかウィッチャーだと幽霊が出てきそうなとこだな。入れないか、守っていきましょう。オッケー、到着。もうじゃあまあね、戻りましょう。ダボンズウォッチ、先に盗品の方に行こう。もしさ、なんかあった時に捕まっちゃうと全部没収されちゃうから。 OK、 行こう。あ、こういうのも欠かさずね。よいしょ、よいしょ、 Thanks。 イエー、ダボンズウォッチ。がっつりスリ行為とかやってもいいんだけどね、なかなかいい感じの場所が見つからなくて。あ、来ましたね。ちょっとね、あのフレンドの方が見えたんで、配信はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。